アイダンです。日本から一番遠い国は何時間かかるって話ですね。距離とかまあ時間とかその辺なんですけれども、まあ、あの結論から言えばフライト、飛行機で言うと一番遠い国で時間がかかるのは北米でやっぱり14時間かかるってことですね。まあまあ、よく日本の反対側、日本を掘っていくとブラジルだとか言われてるんですけども、まあ一番遠い国、距離的に一番遠い国、時間的に一番遠い国っていうのはですね、やはりですね、その先ほど言ったように直行便で行ける国で一番遠いのはアメリカ、あとメキシコですね。まあ、メキシコもよく勘違いされるんですけど、メキシコっていうのは南米ではなく北米に当たるんですよね。で、まあ、フライト時間14時間。で、日本から一番かかる国、時間がかかる国というのはウルグアイですね。まあ、やっぱり距離が遠いのも南米でですね、これウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、まあ、日本から2万キロというところなんですよね。まあブラジルなんかは日系の、歴史を見ても日系の人がたくさん住んでたり、日本人の移住者が多いんですけども、やはりですね、遠くてもこういった縁のある国っていうのがあるんですよね。で、まあ個人的には移住の一応プロとして活動してますけれども、まあ日本と逆に距離を置きたいというのであればこういった場所を選ぶのがいいかなと思うんですけれども、一時帰国ですね、何かと、日本にもですね、残してきたその身内とか友達がいたり、一時帰国することって意外と出てくるんですよね。なので、おすすめは自分としては、直行便で 4,5 時間ぐらいで行ける距離、まあ東南アジアとかですね、僕が長くいたフィリピンとかだと便利ですね。毎日、まあ、コロナのようなパンデミックがない時でもちろんお想定なんですけれども、毎日直行便があったり、すぐにチケットが取れて 4,5 時間で直行便で帰れるという国ですね。で、4、5時間なんですけれども、30度ぐらいの、南国、常夏の南国で、物価も安くて住みやすいと。まあ、そういったところなので、まあ、いろいろな理由、他にもいろいろな理由があってフィリピン移住をお勧めしているという形ですね。で、自分としては、フィリピンに住んだ、自分の経験をコンサルという形で、お伝えしています。あとは、どの場所にいてもやっぱり重要になってくるのは、オンラインで収入を得るっていう方法ですよね。どの場所にいても同じように日本円を稼ぐことができるっていうのはオンラインで、この個別コンサルというのもやってますので、もし興味があれば動画の下にある説明欄の方から無料のメールマガジンに登録いただいて、お気軽にご連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。